あ、じゃあとりあえずはい始めていきます。第38回ケオフ 02M 小白戦スタートしていきます。38回、はい、ありがとうございます。今回が38ですね。はい、本物の8です。はい、とバツは 2P です。はい、それでは用意ができたらスタートボタンを押してください。さあ、分かれて始まります。はい、今日は自分も早出しで、はい、OK ですよ、始めてマイクを握らせてもらっております。はい、始まりました。 1P なつさん、はい、2P がラブリーアット初心者さんですね、初参加の方になります。これは嬉しいですね。はい、なんか動画とかを見て来てくれたみたいで、はい、オーダーセレクト、はい、始まりました。おっと、メンバーがしっかりしている。これは開幕から力強い勝負に。さあ、初手ひなこ対かすみちゃん。初手で見るのはあんまりないかな。かすみちゃんは最近は大将でしか見ないんで、あんまり先方に出す人はいなくなりましたね。はい、かすみ自体ちょっと減ってる傾向にあるかなっていう感じはしますけど。そうですね。対空で置く白弾、ロスコイは簡単に当たる。ジャンプ CD が画面端をキープ。しかし早めに脱出。今のところ体力がいい勝負。さあ、 D の先端が去る。白山を間に合わないので着地して失礼する。壊し壊し MB 斜めからのコンボ。しかしロスコイで踏めない。踏めないのはフェイント。確かに素敵だった。さあ、罠を張っている。隙を生じる二段構え。確かに開幕から三剣スタイルが出ている。さあ、ムンスラでしっかりカバー。ここは冷たくひなこを倒しておきたい。しかしストームリンガー、さあ体力を回復、ほぼ全開。うまい、全開して逃げジャンプで煽り、クロスカッターで迎撃。任務完了。おっと、ここでいい大人が現れました。いい音鳴るのは誰かとは後で楽しみにしててください。ヘイダシダイハイデルの2番対決してるもまた珍しいかな。あー、確かにそうですね。ハイデルン大体デルンシンぐらいしか使ってないから普段は。そうですね、大将のイメージがありますね。そうですね。しかしここは2番つなぎには悪くないという話が出ています。前火シャラを使ってくる。サメキャラにはちょっと痛い。アインブラック逃がさない。置いてあるクロスカッター。さあ、ケラシュがちょっと空中戦で勝ち、だいぶ強気に攻めている感じで、ファイナルウィンガーを出すものの壊しに届かない。しかし反撃は免れたのでまだ生きている。時間もあるし何か起こるか。クロスクロス飛び込み、ケラシュがもう手堅くガーキャン。うわ、激しい。しかし壊しに壊しにムーンが刺さる。ムーンムーン、ちょっと結構減らしたが、月が、さあ月が出ない。結構減りましたですが、タイムアップなので回復量も少ない。まだ次がある。ユリ4ゲージ、ケイラッシュ3ゲージ、体力点滅まで。ユリだいぶ高まってますね。確かにユリは逆転性のあまり高いキャラじゃないと思うので、このリード、体力リードのまま行きたい。そうですね、あんまり減らされないで倒したい。ダイバイズをライオンに、うまい当たり方。しかし中段を嫌がる。いや、しかしあのスラッシュのパラシからは強いんですが、あれ位置によりますよね。マックスで当たるのも、マックスが当たるのも。さあ、ユリがほぼ攻撃、キャプチンがライオンに入る。これはさ、コンボがスタートして、バーサスの鳴らしの仲間入りだ。ようこそバーサスへ。ようこそ。あ、しかしまだ試合は終わっていない。発動している状態のユリと2ゲージのレムです。体力は3分の1今日奪われた。おっ、スラッシュ型で消費が出ない。 MB になってしまう。しかしまだ体力は減らされていないので、ここからがまだわからない。面白い展開になってきた。さあ、勝手めて大スラッシュが避けられるが、後ろから攻撃は確定しない。
さあ当たるものの追撃は禁止になってしまう。あと緊張はダメか、ちょっと追撃を何度も見せてしまった。惜しい試合でしたね。だからちょっと聞いてほしいんですけど、惜しかったです。これで、ラブリーさんの勝率が俺の勝率を超えたんですよ。勝率もはやプロの域でやばい 100% 次で負けても50ですからね。もしで HP 側の方はHP 側で残ってるプレイヤーはもういい大人が座ろうとしてます、座ってますけど、いいんですか、いいのかな。突撃兵さんですね。あ、名前はあったんですか。突撃兵さんゲスト突撃兵さん。さあマイクは誰か変わりますか。ムネさんはラブリーさんの参謀についてますが、プリーさん、塾長さん、さあ初戦を勝つことができた初の試合で、これは大きい。いいんすか、いきなりこんな声残念な人に変わっちゃって。いや、コメントには塾長の声が好きだという人もいたんで。いやド M ですね。そこはやはり声は好みは人次第でしょうから。あれちょっといきなり始まりました。いきなりスーパースターの一角じゃないですか俺、はい、ちょっと早すぎじゃないですか、空気読めないですね。なんかすでに椅子に座っちゃってたんでしょうがないですよ。だから何なんですかね、もうこのゲーム自体もしょうがないですよね。わがままな大人、大人げのない大人のためのゲームですかこれ、はい、マイがだいぶひなこを言わしている。この試合は捕まえられないとどうにもならないか。これいきなり来てこの男とやられると多分トラウマっすね。もうねいきなりこの前っていうのは確かにちょっと嫌な感じですね。おかげで初戦をピー負けしてしまった。さあ負けるかラブリー、ラブリさあモモンガを先端で当てちょっとめり込みいいか。じゃないんすか、モモンガもうネタでモモンガなんですか。ちょっと飛び込みしゃがんでしまう。ワイツが出なかったがよくわからない勢いで必殺忍びパッチ。うわしかしなぜか全て大物ですね、はい、大物です。強すぎるんじゃないですかこの人。なぜかいい方向に転んでいる。3ゲージのまま、3ゲージでパーフェクトのまま3番手まで。これは苦しい。一見こう前が適当に見えますけどしっかり強キャラ対策してますからね。多少悪いですよ。あの対戦の経験が昔からの経験があるんで、あそれを生かして対戦してるんですよ。うめえ、こういうのが好きなんです。課長に乗せて花嵐、ね、今回は間に合いました見事。今回は間に合ったんだ。いつも間に合ってないみたいじゃないですか。いつも間に合いません。さあしゃがみ C から課長が当たってしまう。ちょっと強すぎですね。あ早めに出て無双を狙ってるんでしょうかね。お疲れ様でした。今 2P 側でやってくださってるラブリーさんっていうプレイヤーさんが、はい、この間の生放送を見て、まあちょっと雰囲気を見て来てくれたって話なんですよね。生放送というと水曜日のことですかね。はい、そうです。なるほど。ニューストリームの配信を見てて、はい、まあここの放送を見てちょっと覗いてみようかなって言って来てくれた方みたいなんですよね。はい、非常にそう嬉しいですね。そういうことをしていただけるのは。そうですね。行動に移していただけるのは。はい、本当に。そう、まあしかもそういう方がこうやって大会にも出場してくださって、ね、こうやって頑張ってくださってるのは本当ありがたいですね。はい、明るくなってきましたねこの業界も。そうですね、少しずつですが。さあ次は大人のキャラは変わり、まあ、2P 側はゴキブリ選手です。結構待っていた方も多いんではないでしょうか。今週は来てくださいました。すごい。おっと HP 側はしっかりワルパチになっています。ワルパチ初手でアテナ対クーラー。もう1回勝ったからもういいんすかね。うん、ちょっと早めですね。 AKB と、あしかも順番も AKB ですよ。 AKB ですね。狙ってるとしか思えない。まさか狙ったんでしょうか。さあ1番でクーラちゃんにいじめられている。今追い打ちミスりましたね。おちょっとミスってしまいましたね。おっと前転で端から脱出、久しぶりにマイビーフェニックスが入る。溜まったゲージをすぐ使いクーラーも脱出したと思いきやまた端に詰められてしまった。すごい。だろアテナがクーラーを接近戦だけで言えばそんなに悪くないと思うんですが、そうですね、対空とかの面で見てやっぱり厳しいか。おっと早出しをガードしてしまい落とせない。テレポートのフェイントが戻ったところに蹴りが当たり元に戻される。楽しかったね。
話しました。得意技です。お、間に合ったんですか、あれ。あれ、余裕で間に合ってます。さあ、ちょっともったいないか。あそこでバイトを使ってしまった。これは反撃に。これは やっちゃいそうな流れですね。しかし、クーラの仕事のゲージは貯めたので、ここで2番手の梅が何を起こすか。梅梅です。その心は。そのです。何ですか、梅って。昔制作者様の何そういう名前がいたんで、神様の名を預かってるんですよ。さあ親しい前見でいじめられる。今年もちょっと立ち回りは窮屈か。さあ弱の梅昇龍をガードして反撃だ。いや当たってます当たってます。あの昇龍強いんですけどアテラの金鋭硬直ないんで何出しても間に合わないんですよね。しっかり重なってると。いや使わないキャラなのによく知ってますねキャップさん。無印の貯金があるんで。あ無印か。そうかそうか。はい、もう毎シリーズでほぼやってると思うんですけど12位がやってます。さあネームレス大将ゲージは残っている。まだ逆転の目はある。ジャンプシーがフェニックスに簡単に当たる。おゲージを貯めながら勝てれば全然わかりません。かなりやる気が出てきました、はい、飛び越すフェニックスに。ここは当たらない状態から下へ前へ長飛でフィニッシュ。1ゲージ使ってしまったがまだまだ全然ある。2番手は草薙京。これどう見ますか。これは京不利の6-4程度でしょうか。さあ昇竜ガードしてここでかっこいいコンボを見せようとするが失敗。あのコンボ自分もちょっと練習したことありますが難しいですね。そしてゴキブリ側はしっかり完走。おお、バーサスの話にならない。ちょっと安いものの完走したというのはでかい。ジャンプ A 中段から下へ下へ昇竜もしっかり出ている。お粘り強いですね。はい、ジャンプ C が入り結構使い込んでいる感じですね。全然逆転というか状況はネームス有利にさえ見えます。体力を回復し2ゲージちょいと1ゲージ後半のマリー。体力は8割ぐらいはあるので十分な状況。さあジャンプ D で乗っかる。めくれている。しゃがみガードから立ちに途中で切り替えたので背中に引っかかってしまう。スライサー駒投げ。さあまたなんか嫌なプレッシャーかけてますねマリーも。そうですね、狙ってるものは分かるんですが。うめえな、なんだあれ。分からキャン投げ。分からん殺しくさいっすね今は。そしてバックステップから飛び込む。おいジャペン前が当たるが発動に至らない。残念。あそこでやんの実況。あもうやんなくちゃダメだこれは。ぜひやっていただくのも悪くないかと。初参加で実況に参加してくれます。ありがとうございます。すいません何も分かんないんですけど。開幕で一勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ 2P 側ゴキブリ選手が半角を逃して負けてしまった。次に座るのは、QP さん。はい QP さん。 QP なのか QP なのか分かりませんが、さあ OK です。スタートし始めてください。あれはい、この試合はちょっとレアキャラが入り乱れる対戦になりますが、どうでしょう普段こういうキャラの対戦見てます。見たことありますか。いやあんまり。でもちょいちょいですかね。マリー対ひなこになりました。初手でマリーを出す人はあまりいないと思うんですが、はい、どうですか。どうですかこれ。いや普通にやると多分ひなこ結構有利だと思います。なるほど。マリー側も耐久はあるんですけど固められたらきついじゃないですか。しかし今のところうまいことマリーが逃がしている。ダッシュから1フレ2フレ投げをうまいことやっていますね。あさあまた空振りから投げ。今年はリアルカウンターがちょっと強くなっているので生きる性能ですね。今までクラークです。はい、クラークマリー。これはちょっとマリー有利じゃないかと思うんですが、捕まりにくそうなイメージがあるんですけどマリーって。そうですね、はい、それちょっと空対空が多分厳しいと思うんですよ。あ、なるほど。しかしうまいこと早出しを食らって投げている。選択肢としては悪くない。かなり、いや、いい体力が多いうちはいい選択肢とも言えます。クラーク側がいい対空がないんでああいう行動を取らないと自分のターンに持っていけないんですよ。このゲームはガードの方が硬直長いんで。ここはうまくしゃがみ B でしゃがんで早出しをとがめる。さあ早いです。
かなり速い突撃兵、突撃したが失敗して2番手にレオナ。レオナ・クラークは結構これはレオナ有利なカードだと思います。 D、ジャンプ D、 前に飛んだところフランケンでキャッチ。ここから画面端クラークのターンになったらレオナ苦しそうなイメージが。そうですね、切り返しが無敵技とかあんまりないし、暴れもそこそこ程度なんで、そういうキャラってゲージ使うぐらいしかないんですか。そうですね、やっぱりなので中堅といったところでしょうか。そう、 前ジャンプで早出しをしたが V スラを入れたのが出てなかった。突撃系側さあ攻められている。おっと走りに駒投げ合わせる。これがダメージが高く一気にフィニッシュまで。さあ読みがうまいこと噛み合わなかったが、 QP 側噛み合ったが読みがともあれ先に大将を引き出せた。さあ上東大将、この上東いつも苦しい場面をそうですね、ひっくり返してきますよね。そこが面白いところでもありますけど、リバサ後ろジャンプに反撃ができない。マイジャンプ CD、 CD の発生が非常に速い。 D なども速い。ここはジャンプ D をかぶせ下段でフィニッシュを取っていく。中段がやはりあるのが当たってしまう要因ですね。上りジャンプ大キックが速すぎて。おクソロバレス、さあ来ましたクソロバレスよく見ていただいているようで何よりです。かかとが引っかかり ND、 まず軽く2割半程度を奪ったが、足場の空振りに立ち CD、 CD が強すぎる。 あれすごい技ですね。あの辺は無法な判定なんで何者も侵入できません、はい、さあ東城も命がけに逃げる。捕まったらまずい。あスライディングの差し込みからスパキャンが出ない。本人もあーと声が出ている。ここは前提を逃さず C 投げ、ちょっと安いのでまだ先がある。逆転の目はあるか。ジャンプ D、 ジャンプ D 手堅い中段、早いジャンプ CD、 空対空で勝ち、ジョーがフィニッシュです。ロバートガンももう多分ボタン押してたんでしょうが、技の発生差がでかい。さあスパキャンが出ませんでした。次は見せないでください。しっかり練習してください。場所からして悩んでしまったというところか、出す技を。さあ次に座るプレイヤーはロシナンテさんです。はい、オッケーです、始めてください。あ、そうですね、あの韓国のプレイヤーに突撃強っていうのがいました。突撃兵ですか。ライバル的な存在を目指してるんですか。一瞬強に見えるとかそういうあれじゃないですか。強で苦しいな、苦しいな。でもからくりがありますね。さあキャラをまた変えてくる。アテナ、リョウ、クソケンス、クソケンスさあ今度はロシナンテ側、K ダッシュ、 K ダッシュを先方で。アテナってどうですか。 K ダッシュ非常に苦しいと一般的に言われてます。いけるという人もいますいけない、無理いただきました。いけるって言ってた人がいけないに変わってしまったんで、この試合は苦しいものと思われます。しかし今のところはうまいことを頑張ってる。アテナゲージ状況は体力も5分近い。さあ手前に降りてしまった。 NX に CD が入る。ラインシュート引っかかりますね。そうですねジャンプも緩いんで、しかし横には伸びるので早足で触ることだけはできるんですよね。あジャンプ D とかですか。はい、状況が良くないのでその後早めに触っても。アテナが、おお、アテナ勝ちましたね。端に行ってうまいことを連携でケラッシュを倒しました。見事な大番狂わせ。そして迎える2番手デルン、デルンハイ、デルンハイ、誰か中堅出る4ヒット。あ、早めに勝負をかける。しゃがみ絵からダッシュスコンブリンガー、ここで脱出を許さない。バリアが張られている。さあ便利なザー、デルンシン非常に汚いです。デルンシンは出てませんが、両対ハイデルン、これはそこそこハイデルン有利と思われます。ちょっと通常技の長さとパワーの差がきついか。おここで今日のクロスカッターに極限領域を合わせる。こういうのが大好きなプレイヤーです。うまい、
極限領域でクロスカッターに突撃していった。突撃で。ヤンキー足払い。もう一回行った。また足払いクロスに突撃。突撃系が相当気持ちよくなっている。これは許しておけないと。本番からダッシュストブリンガー、同じことを蹴らしてグラサン投げてる人見たことあるんですけど、す、ね、可能なんですかね。同じ人です。あ、同じ人ですか。同じ人です。あー、すいません、にわかで。はい、いやしょうがない。見たことないと。実際に見るとわかります。と、しかし勝負はいい勝負に、体力は歩きシーンにガーキャン、昇竜2段をガードして長いので反撃は足払い。さあ最後よく我慢しました。あれの古法の反撃って結構ちゃんとしないと苦しい。そうですね、意外と先端は遠いことが多くて、ね、沖にムーンスラを出すもの、無敵が発生と同時に消えてしまったが、相打ちして五分の状況で大将マチュア対ストケンス、あまり見たことありません。ただマチュア3ゲージ結構ワンチャン一発ありそうです。そうですね、一発はでかいですね。ただ中段っていうのはほぼ取れないので、マチュア側がコンボ入れるのはちょっと工夫する必要がありますね。相手の隙は自分で見つけるか作るしかありません。ああ、ちょっとジャンプも緩いし、ストケンス厳しいか。アッパーで落とされてしまう。しかし D 投げ、あ、強気の留学祭悶絶パチ昇竜。しかしスパキャンは仕込んでいなかった模様、ダメージは少なめと低めの流走が入り、流走留学スパキャンでフィニッシュ。ダメージが高い。クソ件数半端ないですね。最後の流走撃に端の方で引っ掛けてしまったのが痛かった。一気にフィニッシュへ。